人魔神、疹、魔神、人ハイブスは、急性皮膚病の一つ。かゆみを伴う後半が生じる。人魔疹の一種に、血管不腫、クインケ不腫とも言うと呼ばれる病体がある。また、アナフィラキシーショックの一症状として、人魔疹が出現することがある。アレルギー性では、食物性、薬剤性がある。非アレルギー性には、 寒冷により生じる寒冷人マシンなど、温度や刺激によって生じるものや、日光人マシン、ストレスを感じた時に生じるリン性人マシンがある。治療は一般に、第二世代コーヒースタミン薬、第一世代より、鎮静作用がないが使われる。人が、イラクサ、人マの歯に触れるとかゆみを伴う発疹が出現するためこの名前がついた。なお、 尋常性感染の、ヒロと人魔神の、人は混同されやすい。英語でのハイブスも語源はイラクサを意味する、ラテン語である。皮膚の灼熱感、かゆみを伴う発疹が生じる。数分、数時間で招待するが、発作的に反復して発疹が起こる。発疹の特徴として、軽度の膨らみを持ったミ、耳ミズバレを特徴とし、医学用語では、防疹と表現する。軌道内にも、 をを生じるるるこここととがあありこの場合呼吸困難を併発し死亡することもある皮膚の血管や血管の周囲には肥満細胞、抗塩規性の細胞が散在しており、この肥満細胞の中にヒスタミンという成分が多数含まれている。何らかの原因で肥満細胞がヒスタミンを分泌する。それによりヒスタミンが血管に働いて、 血管を拡張させるとともに、血管の透過性が更新し、血管外への結晶成分の漏出を起こさせ、そして、皮膚の神秘内に流出した結晶パクが、神秘の組織間激圧によって抑制され、減極した不虫になるが、それが防振という表現型になる。さらに、ヒスタミンは、皮膚の神経を直接的に刺激し、創用を誘発させる。人魔神を誘発する原因は、 21から51%の人々で判明し、食物アレルギーは10%程度となる。急性の人魔疹は特に子供で、食物、医薬品、ウイルス感染のような特定可能な原因がある、可能性外。慢性の場合は、特定が困難なことがある。愛型アレルギーに起因すると考えられている。イゲと呼ばれる抗体が肥満細胞に付着しており、 抗原がその抗体に付着すると肥満細胞が活性化支柱に蓄えられていたヒスタミンを大量に放して症状を引き起こす。抗原被曝から30分以内には症状が出る。ヒスタミンの放出は15分程度であり、通常はすぐに収まる。しかし、繰り返しの抗原被曝により肥満細胞が活発になり、皮心の出現、正体が1ヶ月以上も続くことがあり。 その場合、慢性人魔疹ということになる。なお、接触性皮膚炎、かぶれで見られる湿疹は、4型アレルギーであり、基序が異なる。発疹の出没が1ヶ月以内のものを、急性人魔疹、1ヶ月以上のものを、慢性人魔疹と分類することがあるが、分類する意義がないという意見もある。アレルギー性の反応はないが、何らかの刺激で、 ヒスタミンが肥満細胞から分泌されたり、神経末端によりアセチルコリンなどの物質が分泌され、それより血管とお性が更新して症状が出るのなどがある。その一方で、原因基準が確定していないためヒアレルギー性と扱っているものも含まれる。なお、アレルギー性と異なりヒスタミンなどの放出が長かったりしてすぐに収まるとは限らない。機械刺激温度 圧迫、汗、運動などで誘発される場合がある。寒冷により生じる寒冷人マシンもこの一つで、冷たい飲み物、ビール、ジュース、水を一気に飲むと、咽頭や口頭に不死を生呼吸困難になりやすい。耳ずばれは、接触による防震が、線上に配列し融合することで生じる。日光被曝により起こる、人マシン。防は、日光の当たった皮膚に局して現れ、 日光を避けると1から2時間くらいで痕跡を残さず、消えていくのが特徴である。波長の違いで6型に分類されている。光のエネルギーにより皮膚の成分が収縮されて、構造が変化し、それが抗原となって、即時型アレルギー反応が成立するという意見もあり、アレルギーの関与は、まだ完全には否定できていない。なお、似た症状を持つ疾患として、多形日光があり、 判別が必要である。多形日光診は日光照射後数時間してから発疹が現れ、発疹が数日間持続するという違いがあるので、その臨床経過で判別が可能である。発汗刺激により生じる場合が多いが、ストレスや不安や興奮など生じる原因は数多くある。防疹とその周囲に後半を伴うという特徴的な発疹を生じる。 かゆいというより、痛がゆさを訴える人が多く、激痛であるという人さえいる。一過性であり、汗をかくたびに生じる。発生基準はまだ確定されていないが、一つの説として、発汗刺激因子により、中脳の発熱中枢が刺激され、コリン性神経を介して、皮膚の神経末端で、アセチルコリンが分泌され、防震が生じるというものがある。また、 心因性ジンマシンといって、ストレスが原因によるものがあるが、そのジンマシンが起こる。原因の多くはアセチルコリンが関与していることが、最近、分かってきた。アナフィラキシーショックと区別されることは重要であり、その他の原因が除外された後に、ジンマシンの診断が残る。診断は、既往歴と検査によってなされる。 診断するための検査。赤色皮膚ひさしき症という症状があり、皮膚を殺化すると赤く防流する。アトピー性皮膚炎では白色になる。白色皮膚ひさしき症ので対照的である。湿疹との鑑別は経過から明らかであるが、形態学からも鑑別ができる。湿疹は、湿疹の三角形で示された通りいたような形態を取リウるがその中に、防疹は含まれていない。 よって、防振を見つけることで湿疹を除外できる。しかし防振がない人魔神もあり得る。原因を調べるための検査血液検査で特異的意義を調べる。ロストポーとも呼ばれる。それに対して、そう、イゲはリストポーと呼ばれる。ヒスタミン有利試験が、血液検査で調べられる。血液に原因と思われる物質を注入し、 アレルギーの原因となるヒスタミンが増加するかを見る、検査である。費用がかかる。被害テスト、プリックテストなどがある。原因と思われる物質を、被害、皮下等に注入して、アレルギー反応が誘発するかを調べる試験である。しかし、テストが原因で症状を誘発することもある。誘発試験はあるが、ショックの危険があるため慎重に行う。 寒冷人マシンを例に挙げる。洗面器に水を入れ、片方の手を水の中に入れ、他方は外に出しておく。10分後コントロールに比べ水の中に入れた手に、くれない反、防振、送用が出現すれば寒冷人マシンと診断できる。また、薬剤性人マシンの検査では1、20の量から内服していき、徐々に内服量を上げていって、 アレルギー反応が生じるかを見るようなことも行う。抗ヒスタミン薬が基本となり、特に鎮静作用、眠気などの低い第に世代抗ヒスタミン薬から開始され、これは国際、日本、欧米のガイドラインに共通する。また共通して、特定可能な人魔疹のきっかけがあれば、それを避けることで、ヒステロイド性抗炎症薬を使用することで3分の、 一の人々の症状を悪化させることも避けられる。無効であれば、第二世代抗ヒースタミン薬を増量することもできる。さらには、別の第二世代抗ヒースタミン薬や、別の薬を使用する。日本のガイドラインは、H2 キッコ薬や、コーロイコトリエン薬を推奨しているが、国際的なガイドラインはこれらの使用を推奨していない。最終段階の治療として、シクロスポリン、 内服のステロイドがあるが、長期的な副作用や副作用の発生率から、この順に考えることが必要となる。オマリズマブの方が、シクロスポリンより副作用の発生率が少なく、ステロイドでは、長期使用に懸念がある。抗ヒスタミン薬を使用するのが一般的、血圧低下などのショック症状があれば、アドレナリン、商品名エピペンの注射が走行する。 呼吸困難を合併していれば、気管相関などの軌道確保が必要である。発信が強い場合、強力、ネオミノファーゲンシーが走行することがある。一般に、興味の吐略され頻繁に使われる。抗ヒスタミン薬を使用するのが一般的。漢方法としては、サイコ化龍骨下級、サイコ化龍骨レー等、三素忍等、獣味排毒等がよく使われる。 慢性胃炎合併の場合ヘリコバクター除菌療法、慢性変頭炎合併の場合変頭的手術を施行するとジンマシンも治癒することがあり、行われることもある。手のひら足裏の放症と同様の規則が考えられている。寒冷ジンマシンでは、鎮静作用の少ない第2世代抗ヒースタミン薬でも有効であるため副作用は弱い。レボセチリジン。 抗ヒスタミン薬の鎮静作用は他の第二世代抗ヒスタミンと同等である。第一世代抗ヒスタミン薬でも慢性的な人魔疹に有効である。妊婦における第一世代抗ヒスタミン薬の使用は胎児の予後にリスクをもたらしてなかった。慢性的に自然発症する人魔疹では寄生虫駆除によって治療できることがある。ビタミン D は アレルギー疾患に関与すると考えられ、慢性の人魔神人では、血中ビタミン D が優位に低く、週6万 EU など高容量に摂取した場合に、症状が改善された。一般に、人口の15%から20%が、一生のうちで一度は経験することがある。ただし、慢性ジンマシンの頻度は、非常に少ない。ジンマシンの一種に、血管不臭、 クインケフシュトムと呼ばれる病態がある。ジンマシンと同様に皮膚の毛細血管の拡張と透過性の更新により起こる。ジンマシンとの違いは、ジンマシンが皮膚の表層で起こるのに対して、血管浮腫は、心在性に起こるということである。死因は主に高頭浮腫による窒息死である。日本、欧米の治療ガイドラインにて、ジンマシンの定義は、血管浮腫を含む。 人魔疹の4割が血管不死を伴う。神秘神相や皮下組織など深いところで炎症を起こし、一過性、原極性の不死が生じることがあり、血管不死と言われる。特に後心やまぶたに生じるのが典型的。人魔疹とは異なり、相応はなく、出現すると3から4日続くのが特徴。稀に、腸管にも不死を生じることがあり、その場合、 消化器症状を伴う。気道内にも、不死を生じることがあり、この場合、呼吸困難を併発し、死ぬこともある。高圧剤の ACE 阻害薬が原因のことがある。ACE 阻害薬によりブラジキニンの酸性が生じ、それが、血管透過性の更新を招くのが原因である。また、近年、アンギオテンシン身通受容体拮抗薬でも生じる例も、多く、 注目されている。その他、遺伝性もあり、ハエ、遺伝性血管浮腫と呼ばれる。補体第一成分阻害因子、C1、e、運波の先天的欠損に上げ起こ、エルブ因子の先天以上などである。この場合は、補体の過剰な活性化により、血中補体化の低下が起こる。抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬を使用するのが一般的。 ステロイド内服薬も使用することも多い。外用剤は、ステロイド外用剤は使用される。血管不臭に対しては、キニンの酸性を抑制するためトラネキサム酸を使用することがある。呼吸困難を合併していれば、気管相関などの軌道確保が必要である。この項目では、ジンマシンを伴うアレルギー反応のうち、特異的な病態を示すものを羅列している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。